バッテリー交換中です。おお、よいしょ、はい、充電してるよ。はい、はい、ということで、これは本日のびっくりドッキリメカはハンターカップ。欲しい。そう？え、よくないっすか。最近人気ね、すごい、ほんまに最近すごい人気よね。まあでもやっとハンターカブの方もあれやで、供給体制が落ち着いてきたよ。すぐ来るんですか。まあすぐとまでは言わんけど、一時期に比べたら比較的。へえ。そうそうそう。なんかまあ欲しい人なんか結構今店頭に在庫持ってるところも増えてきたんちゃうかなと思うけどな。うん。そう。まあでもなんかなあ、ハンターカブやっぱり欲しいおじさんは一定数おられるような印象で、ほんまに。まあ、これもおじさんですね。おじさんですね。まあ我々の担任、元担任がご購入ということで、うん、はい、ありがとうございますっつって言いながら。そうなんですよ。まあでもハンターカブな、ハンターカブな、元々のハンターカブは知っとる？あ、はい。見たことあるやろ、うちで。はい、あります、あります。そうそうそう。あれも125ですか。あれ、え、110やったんちゃうかな、あの当時はと思うけど。ハンターカブ、まあ確かにな、ええよな、ほんま。なんか、ちょうどええ。ちょうどええ。うん。そう、でもな、話しとったやん、その元担任とも。うん。途中でな、なかなかハンターカブが来なさすぎて、うん、シール250っていうのが出たんやって。うん。ほんだからな。で、これもええと思って言い出したんやって。あ、まあ確かにいいですね。でもその CL250 も今人気車種でなかなか来んわけよ。ほんで、うー、どっちしようどっちしようって言って、あのこの間な、あの某あのでかいやつおるやんか、うん、あのでかいやつとこの間一緒になって、そこでどう思うかっていう相談をな、まあしたわけですよ。あ、聞く人が聞く人がなんやけど、聞く人がもうそこミステイクですっていう話もあるんやけど、まあそこで聞いたらね、っつって先生っつって、いいですかって言って、うん、株に始まり株に終わるんですよって言い始めて、ね、うん、確かに確かにってなって、僕もねっつって、大きいバイクもオフ車もね、走るようなレーサーも持ってますけど、結局1年間で一番乗るのは株なんですって。まず通勤で使うからいやいやいや、まあ、通勤で使うからやっていう話もあるんやけど、分かりますかって言って、だからね、株に始まり株に終わるんですっていう、なんかあのさぞ、うん、さもなんか普通のことをめちゃくちゃ名言っぽく喋っちゃったけどな、うん、そうなんだ、まあ、確かにそれはあるよねって言いながらで、まあ、口説かれたわけです、ね、で口説かれたわけですよ。なんで、でしかもと先生と、今のこの一番いい時期を逃してしまったとして、あなたいつバイク乗るんですかと。まあ確かに今ないと、うん、今なかった。今からが一番気持ちいいですね。今からだって、もう夏場にさバイク乗れる人ってな、俺な、ほんまな変態やなって思うんやって、はい、すごいと思います。思わん？思います。ほんまにもうどやんしたらそういうことになれるんやろうって思うんやけど、俺は乗りますけど、うん、15分で帰ってきます15分持ったらええよ。もうあのまたがった時点でやめようって思うよ俺、ほんまに。ほんまにそうなんやって。でそんな話をしよったんでございますよ。でもやっぱ株って言いつつも、もうな、なんか違う、いやっていうかな、すごいよ、もう今の株、あの家でけん、え、久保が持っとる株がキャブの最終、キャブの最終の、あ、そうか、俺の寄贈の、うん、革命4足、そうそうそう、革命4足のカスタムの最終型やな、うん、もう一番美味しいやつ、キャブになる、あんなに FI になる最後の前、最後のやつ、 FI になる前のやつやな、はい、あれはな、秘蔵の一品やったんよ、あの革命の50円な、50です、革命の50で、しかもカスタムで、であのフロントサスがな、そう、アンチ、ああなんていう、あのカブってこうもともとこうこうピョコピョコって起き上がってくるやつが、あのちょっと俺名前どう忘れしたけど、あのまあリンク返して、あのスムーズにこうボトムするようになっとったやつで、うん、あれ結構良かったけどな、俺の中では、うん、あれで UFO ラインまで行きました、うん、マジで、うん、やるな、ハンター株2台と、マジでやるな、うん、ほんまに。そうなんや。でけん、その、ま、その頃と比べたらもうな、それはそれはな、洗練されてる、洗練されてますよ、それはもう、うん、時代が物語ってます。いやほんまに、ま、だすごいなって思うな。だってまずこうやってキーひねって、こうやってボタン押したらかかるんだよ。
すごい。すごない？すごない？俺のも金ひねったセル付きなんでかかります。いやいや、やけどこんな風に最初からファーストアイドルが聞いてね、できますか？すいません。キャブで。ごめんなさい。あなたのね。しかもエンジン切ってね。もうこんな、しかもだってこの何よりもほらこうやって木ひねった時にこの音ほら年本の音がするっていうのがやっぱな、時代文明開化の音やけん、これが文明開化の音がしたっつって言われる。そうなんやって。すごい。でも、うん、何色あるんですかね。え、今何色やった時に3色、赤とこの緑とグレーがなんかあったよな。うん、やったと思うけど、グレーかっこいいっすね。かっこええな。うん、俺は個人的にハンターカーは、ま、あの割といいと思う。まあな、値段がな、まあ、やっぱ例えば、40万ぐらいするんか、税抜きで。そうですね、税込み44万ぐらいか。やけど、まあ、正直たまにおるんやって、なんかハンターカブを買おうか、ちょっともうあの昔の古いこの辺のモデルを買おうかみたいなおじさんが。絶対ハンターカブがいい。え、絶対ハンターカブ、まあ、絶対とまでは言わんけど、まあ、悪いこと言わんけ、ハンターカブ買っときなと俺もよく言う、マジで。でも ABS もついてますもん。そう、ABS もついとるし、もう至れり尽くせりやげんな、マジで。ほんまにもうだってついてないもんがないやん、はあ、ほんまどこでも行けるっす。そうそうそう、そうなんやって。その高速は乗れんけど、まあ高速乗れんっつったって乗らんだろそんなに、おじさんは、うん、と思うんやけどな。俺は個人的にはもうあのベストバイやと思うで、今120って言ったら遊びにも使えるっていう、うん、であとは結構な、あのこれにな、後ろでっかいあのあれつけてな、あ、あ、はい、釣りとかに行く人も多い。釣りとかなんか、うんうん、知ってる人はキャンプに行ってますね。ああ、そうやな、キャンプも多いね、はい、キャンプも本当に。あとはカスタムパーツもいっぱい出とるけん、なんかこう自分なりのそのオリジナルカスタムとかも楽しめるやんか。ああ、そうですね、なんかフォグつけたりとかなんかありますね。そうそう、なんかもうカスタムパーツは自分でせこせこつけてくれっつって言うんやけどな、ほんまにめんどくさいけんとか。お願いをしてコントロールしますこの人に関しては自分でやってくれって誰やろなりますそうなんやって。だけまあな、そんな本能を含めながら、でもな、意外とあのもし原車をあの見たことがない人がおったとしたら、はい、ぜひね原車を見てほしいんやっていうのが、これこの、このよいしょ、失礼、まあ、やろう、いつも残念で、はい、こんなここの幅が広いんやって。そう、自分も知らない人乗って思ったんですよ、うん、運転したりして、うん、シート高高くて幅広い。俺がまあ170センチの日本人体型だよ。そうですね、だけどあのどっちかっていうと短足でございます。また下が何歩あるか知りませんけど、こうなるんやって。両足つけようと思う、ギリですよね、幅が広い分。そうなんやって、これが幅がもうちょっと細かったら全然余裕なんやけど、このここの幅があるんで、こっち側なんかさ、ほら見て、マフラー、マフラーやけん、そのまま足つきできへんけんな。結構なギリよ、うん、意外と自分でギリぐらいですね、うん、そう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 。だけあの、まあ、もし小柄な人とかがハンターカブを買おうかっていう場合は、ちょっと一回あのまあ原車があるところの人に貸してもらうとか、またがらせてもらうとかして、まあやっぱりな、チェックはねした方がいいような気がします。そうですね、確かにちょっと、うん、割とパンパンなんで、そうそう、選ぶかもしれん、はい、まあでもね、あのデザインも唯一無二やし、はい、まあ個人的にはこのアップマフラーも見た目はかっこいいし、好きです、好きです。で何より走ってめちゃくちゃ楽やけん。めっちゃ楽。やっぱな、クロスカーブの110とハンターカーブの125全然ちゃうけん。全然ちゃう、ほんまに全然ちゃう。で、あの長距離ちょっとでも行く予定がある人やったら、もう悪いこと言わんけん、ハンターカーブにしとけやけん、ほんまにめちゃくちゃ楽っす、うん、燃費がめちゃくちゃいい。そうそうそう、60ぐらいいくってことです。ああ、そうやな、もう割と燃費いいよな。俺はもうな、あのほんま、あのまあ嘘なしでというか、その別に忖度なしで、もう125クラスで買うんやったら、まあほんまにこの辺のやつ、まあ、ね、ええとは思うんで、まあもしよかったらね、皆さんも、まあ、そろそろ多分供給が落ち着いてくると思うので、125クラスでいうとこのハンターカブの方もご検討していただけたらいいんではないでしょうか。まあ、売れるねバイクには理由がありますんで、はい、そうですね、はい、ということで、ではそんな感じで、それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。